遠征戦クエストの通った、経路、欧路、南極海フク袋シャクルトンロー遠征は、1921年から1922年に行われたアーネストシャクルトンの最後の南極遠征であり、南極探検の英雄時代と呼ばれる時代の最後を告げるものになった。この事業には、実業家のジョン・クイラー・ローエットが出資した。シャクルトンの当初の計画は、 北極海の防法都会を探検することだったが、カナダ政府が財政援助を取り下げたことで中止された。遠征に用いた船は、ノルウェーのアザラシ漁船を転換したクエストであり、クエスト遠征と呼ばれることもある。このクエストはそれまでの南極体験船と比べて小さく、すぐにその任務には不適切なことが分かった。その高校性能の悪さと、たびたび起こった。 エンジントラブルにより、南行きが遅れた。遠征の作業が適切に始められる前、アラン局のサウスジョージア島に到着した直後に、戦場にあったシャクルトンが死んだ。その後縮小された、遠征の主要部は、副隊長のフライクアイルドの指揮で、南極大陸東部を3ヶ月間巡航した。この海域で、クエストの性能不足がすぐに明らかになった。速度が鈍く。 燃料を多く消費し、荒海では横揺れが激しく、常に漏水があった。東の目標にしていた地点よりはるか手前の統計20度より、先には進めず、低出力エンジンでは南極の氷に分け入っていくことも難しかった。総評を終わって南に進もうと何度か試みたが果たせず、ワイルドは船をサウスジョージアに戻したが、その前にエレファント島を訪れた。 この島は6年前のシャクルトンが指揮した帝国南極横断探検隊でエンデュアランスが沈没した後にワイルド他22名が取り残されたところだった。ワイルドは2年目の氷の状態が良いシーズンを期待して一旦ケープタウンまで再偽装のために船を戻した。そこでローウェットからイングランドに戻るようメッセージを受け取ったので遠征を静かに中断した。 この遠征は極拳探検の歴史の中で特に注目されることもないが英雄時代の終わりとそれに続く機械化時代の始まりを告げるものとして意味がある。しかし、この遠征を大衆に記憶させ、そのすべての活動に影を落とさせたのはシャクルトンの早すぎる死だった。シャクルトンはエンデュアランス遠征で様々に孤立した隊員を救援するために貢献した後、 1917年を遅くに、イギリスに戻ってきた。時あたかも第一次世界大戦が、激しさを増していた時だった。従軍するには年を取りすぎていたが、それでも戦争遂行のための現役任務を求め、北、ロシアへの軍事任務の一部として、暫定調査の資格を得て、ムルマンスクに向けて出発した。この任務はシャクルトンを満足させず、家に送った手紙では、私は、 荒野で嵐に直面しているのでなければ、誰の役にも立たないと不満を表明していた。1919年2月にイングランドに戻り、北ロシア政府との協業により、その地域の天然資源を開発する会社の設立計画を策定し始めた。この計画は、ロシア内戦の間に赤軍がその地域をロシアの一部として支配したために実行できず、シャクルトンは、 収入の道として、巡回公演を行うしかなくなった。1919年から1920年にかけての、冬、ロンドンのグレートポートランド通りにある、フィルハーモニックホールで、シャクルトーンは、1日2回、週6日、5ヶ月間公演した。これと、同時期に、エンデュアランス遠征の莫大な借金がまだ残っていたが、新しい探検事業の計画を立て始めていた。 暴ー都会の熱い総評シャクルトンは南極から北に目を向けることにし、暴ー都会と呼ばれる大きな空白地帯を埋めることにした。北極海のこの地域はアラスカ州の北カナダ北極多東海の西にあり、ほとんど探検されていなかった。シャクルトンは潮汐の記録をもとに、この海には未発見の陸地があり、世界にとっては経済価値の可能性以外にも最大級の 科学的興味があると考えていた。また、北極海の最も陸から遠い地点である北到達不能局に達する期待もあった。1920年3月、その計画が王立地理学会の総論承認を得て、カナダ政府の支持も得た。これをもとにシャクルトンは、5万ポンドと推算した、必要な資金の調達に取り掛かった。その年の後半、 シャクルトンは偶然昔の旧友ジョン・クイラー・ローウェットと出会い、シャクルトンが計画に取り掛かることを可能にする中核となる金を出すという合意をもらった。1921年1月、シャクルトンはこの金をもとに、ノルウェーの木造法芸船、保管を取得し、さらにその他の装置を購入し、乗組員を雇用する段階に進んだ。1921年5月、 カナダの計画が放棄された。この遠征の資金を出すというカナダ政府の方針は、新首相、アーサー・ミーエンが、シャクルトンの提案への指示を取り消したことで、変更された。シャクルトンの反応は遠征そのものを取り消すことではなく、その方向を変えることだった。5月半ば、シャクルトンの仲間で、カナダでは、犬の購入の交渉に当たっていた、アレクサンダー・マクリンが、目的地は、 南極にするということを知らせる電報を受け取った。防法都会探検の代わりに、南極海での修正された探検計画、海岸の地図化、鉱物資源の探索、海洋学研究が提示されていた。アーネスト・シャクルトン、遠征隊長尺、王立地理学会史書のヒューロバート・ミルによれば、1920年3月には、すでに2つの可能性ある計画について言及していた。 すなわち、防法と海探検と南極海と南太平洋のあまり知られていない島々全てを訪れる目的で海洋学的遠征を行うことがあった。1921年6月までに南極大陸の周航と約2000マイルの海図がない海岸線の地図化まで拡大されていた。失われたあるいは誤って地図化されていた南極の諸島の調査も含まれていた。 これには、ドゥアティ島、ドゥアナキ諸島、ニムロド諸島があった。さらにこれらの諸島が再発見された場合に、鉱物資源の調査や周辺の科学的探査計画があった。また、ゴフ島周辺でアフリカとアメリカをつなぐ海底大陸と言われるものを探索する調査も含まれていた。シャクルトンの電気作者、マージェリー・フィッシャーは、この計画を拡散と呼び、 あまりに包括的すぎて、少数の者たちが2年間で取り組むことは不可能と言っている。別の電気作者、ロランド・ハントフォードによれば、この遠征に明確な目標はなく、脱出のためのあまりに明らかな一辺のアドリブ、口実に過ぎないとしている。シャクルトン話をする、ジョン・クイラー・ロー・ワエット、遠征の資金提供者フィッシャーは、この遠征を南極探検の英雄時代と呼ばれるものと、 機械化時代と分ける境目になるものと表現している。シャクルトンはこの航海をパイオニアと呼び、具体的にはこの遠征に使うつもりで結局は使用しなかった飛行機に触れていた。実際にこれは冒険を特徴づけた技術的、初物の一つに過ぎなかった。様々な新しい装置があった。船の見張り台は電気的に温められた。 監視所全体は温められ、無線電信装置があり、船の航跡を自動的にたどって図面化する、オドグラフと呼ばれる装置もあった。写真の写りが良くなり、大きく高価なカメラの装備、映写機、さらに総合的撮影器具が取得された。海洋研究器具の中には、ルーカス深海探索機があった。この豊富な資材は、ローウェットの公園から来ており、元手に過ぎなかった。 当初の贈与を遠征全体の費用をカバーできるまでに拡大してくれた。ローウェットの寄付の程度は記録されていない。南方遠征の収書で、シャクルトンは全費用を約10万ポンドと推算していた。その総額が何であれ、ローウェットはライオンの分け前を行い、この時代の南極遠征では異例のことだが特に目立つ負債もなく帰国したと後に、 フランクワイルドが記録していた。ワイルドによれば、ローウェットの行動がなければ、遠征そのものが不可能だった。彼の寛大な態度は、財政的な見返りの見込みがないことを知っており、科学研究への興味とシャクルトンとの友情のために、あったということが、より注目すべきであるとしていた。ローウェットが唯一認めたのは、遠征の名前に自分の名前を入れることだった。ハントホードによれば、 ローウェットは面白みのない平凡な外貌の実業家であり、1920年にアバディーンでローウェット研究所という動物栄養学研究施設を共同設立し、その主たる資金提供者になった。またミドルセックス病院では歯科学の研究に資金を提供した。ローウェットはこの遠征が戻ってから長くは生きていなかった。1924年50歳の手前に、 その事業が明確に低迷するようになった後で、自ら命を絶った。ロンドンのタワーブリッジ下を通過するクエスト1921年3月、シャクルトンは遠征船をクエストと解明した。ハントホードによれば、この船は125トンと小さく、ほと補助機関で8ノットで航行できたが、実際には5.5ノット以上で走ったことは、稀だった。ハントホードは、 その選手がまっすぐであり、扱いにくい、大半偽装で、荒海では横揺れする傾向にあったとしている。フィッシャーは、クエストは1917年に建造され、204トン大きく広い甲板があると記録している。キャビンには伝統があるなど、近代的な設備があったが、長い太陽航海には向いていなかった。シャクルトンは最初に出港した日に、 穏やかな嵐でさえも無視できるように作り直すか、偽装することはないと言っていた。リーフ・ミルズは、フランク・ワイルドの電気で、シャクルトンの当初計画通り、ボーフォー都会に行ったとしたら、北極海の総評で潰されていたかもしれないと言っている。クエストで南に行った時も、たびたび損傷を受け、また故障し、 訪問する港ごとに修繕を必要とした。ロンドンの新聞、タイムズは、シャクルトンが北極に、主に、それ以前の遠征に同行した者たち12人を連れて行くと計画していると報じていた。実際のところ、クエストがロンドンを立った時は20人が乗り組んでおり、そのうち8人はエンデュアランスの仲間だった。もう一人、ジェームズ・デルは20年前のディスカバリー遠征のベテランだった。 エンデュアランスの仲間の数人は、その遠征で十分に給与を払われていなかったが、個人的な忠誠心からシャクルトンに再度従う、用意があった。フランクワイルド、遠征副隊長、フランクワイルドは、シャクルトンと行く4度目の旅であり、エンデュアランスの時と同様に、副隊長になった。エンデュアランスの船長だったフランクワースリーが、クエストの船長になった。その他昔からの仲間には、 アレクサンダー・マクリンとジェームズ・マキルロイの二人のせいに、気象学者のレナード・ハッシー、機関士のアレクサンダー・カー、スイフのトム・マクロードとコックのチャールズ・グリーンがいた。シャクルトンは、トム・クリーンが契約するとみなし、ボートの担当を割り振っていたが、クリーンは海軍を退役して、新参者としては、ニュージーランド生まれのイギリス空軍パイロットのロデリック・カーが、 遠征隊の飛行機アブロアンタークティックベイビーを操縦するために雇われた。アブロベイビー機は80馬力のエンジンを付け水蒸気として改装されたものだった。北、ロシアでシャクルトンと出会い、つい近年までリトアニアの空軍で参謀長として使えていた。実際には部品がいくらか足りなかったために、この飛行機が遠征中に使われることはなかった。カーは科学的作業を助けた。 科学スタッフには、オーストラリアの生物学者で、南極の経験があったヒューバート・ウィルキンス。カナダの地質学者で当初は、防法と海遠性のために契約していたビバート・ダグラスがいた。大衆の注目を集めた応募者は、ボーイスカウトの隊員だったノーマン・ムーニーと、ジェームズ・マーの二人だった。新聞、デイリー・メールが打った広告の結果として、応募してきた1700人のスカウトの中から、 この二人が選出された。ムーニーは、オークニー諸島の出身であり、慢性的に船酔いを味わったために、マデーラで船を降りた。マーは、アバディーン出身の18歳であり、遠征全体に参加し、シャクルトンとワイルドから応募してきたことを称賛された。船のイ炭タンコ任務に付けられた後、ワイルドによれば、マーは、使用の段階をうまくこなし、 注目すべき不屈さと忍耐強さを示したとされていた。サウスジョージア島、遠征隊の阿南局では、最初の気候地、グリトビ県港が北岸にある1921年9月17日、クエストは国王ジョージ5世の検査後に、ロンドンのセントキャサリンズドッグを出港した。大群衆が川岸と橋の上に集まり、この行事を見守った。マーはその日誌に、 ロンドン中が凶暴して我々に心からの別れを告げようとしているかのようだったと記していた。シャクルトンの当初の考えでは途中南大西洋の島々に寄りながらケープタウンまで南下することにしていた。ケープタウンからは南極のエンダービーランド海岸に向かい氷に出会えばウェッテル海のコーツランドの方向に海岸線を探検することにしていた。夏の終わりには サウスジョージアを訪れてからケープタウンに帰り、2年目の作業のために装備と準備を行うことにしていた。しかし、旅の初期段階で船の性能が出ないために、スケジュールが狂ってきた。エンジンに関する重要な問題で、リスボンに1週間滞在し、マデーラやカーボベルデ諸島でも停戦した。これらの遅れや、船の速度が出ないことで、シャクルトーンは、 南大西洋の諸島を訪問する予定をすべて取りやめてエンジンを分解整備させられるリオデジャネイロに行き先を変えた。クエストは1921年11月22日にリオに到着した。エンジンの分解整備及び損傷を受けたトップマストの取り替えとでリオでは4週間滞在することになった。このことはケープタウンに行ってから降臨に向かって行っても 実際的ではないことを意味していた。シャクルトンは直接、サウスジョージアのグリトビ健康に向かうと決断した。ケープタウンに送られていた装置や物資は受け取れないことになったが、シャクルトンは足りない分をサウスジョージアでまかなえると明らかに期待していた。シャクルトンはサウスジョージアに着いた後の遠征隊の行く先については、はっきり決めていなかった。 マクリンはその日誌で、ボスはこの先何をするか分かっていないと、全く明け透けに言っていると記した。クエストがリオを離れる予定日の前日だった12月17日、シャクルトンが病気になった。心臓病を患っていた可能性がある。マクリンが呼ばれたが、シャクルトンは、検査されるのを拒み、翌朝には良くなったと宣言した。その後のサウスジョージアまでの公開では、 同戦者の証言によると、異常なほど落ち着き、無関心だった。毎朝シャンペーンを飲み始め、痛みを和らげるためと言っていたが、公開中は酒を認めていなかった。通常の規則には反していた。激しい嵐のために計画されていたクリスマスの祝いが、中止され、エンジンの蒸気炉の新しい問題で進行が遅れ、シャクルトンにさらにストレスを与えた。 1922年1月1日までに天候は落ち着いていた。嵐の後の休息と静けさ、新年は我々に優しく始まったとシャクルトンは日記に記していた。1月4日、サウスジョージアが死人され、その朝遅くにクエストはグリトビ県港に停泊した。アーネスト・シャクルトンの墓、グリトビ県にあるシャクルトンは岸にある捕鯨用施設を訪れた後、 明らかにリフレッシュした様子で船に戻った。フランクワイルドに翌日に中止されていたクリスマスを祝おうと告げ、日記を書くために船室に入った。死んだクジラの古い匂いがあらゆるものに染み込んでいると知るし、ここは奇妙で興味ある場所である。素晴らしい夜だ。暗くなっていく白棒の中で一つの星が浮かんでいるのを見た。湾の上の宝石のようだったと書いていた。 その後シャクルトンは眠った。繊維のマキル・ロイは交代ハリバンを終えた時に、いびきを聞いた。1月5日午前2時を回った頃、ハリバンを終わったマクリンが、シャクルトンの選出に呼ばれた。マクリンの日記によれば、シャクルトンが、背中の痛みと激しい顔面神経痛を訴えており、痛み止め薬を求めた。マクリンは短く相談した間に、日々負担がかかりすぎており、 もっと通常の生活を送る必要があると伝えた。マクリンはシャクルトンがあなたはいつも私に物事を諦めさせたがる。私が今諦めなければならないのは何だろう。と尋ね、マクリンは主にアルコールだ。ボス、この点はあなたに良いとは思えないと答えた会話を記録している。その直後にシャクルトンは大変激しい発作が起こり、 そうしているうちに死んだと記録した。47歳だった。マクリンが署名した死亡診断書では死因を感情動脈の分流と心臓麻痺と記されており、現代の言葉では感情動脈血栓だった。その朝、遅く、この時体調になっていたワイルドは乗組員に不法を伝え、遠征は続行されると告げた。遺体は岸に移され、イングランドに戻す前に、 防腐処置を施された。1月19日、レナード・ハッシーが遺体に付き添ってモンテビデオに向かう蒸気船に乗ったが、そこに着いた時にシャクルトン夫人からの伝言が届いており、遺体をサウスジョージアに戻して、そこで埋葬するよう求めていた。ハッシーはイギリスの蒸気船に遺体を乗せ、グリトビ県港に戻った。3月5日、シャクルトンは、 ノルウェー人の墓地に埋葬された。そのままクエストは高校を続けていたので、シャクルトンの仲間としてハッシーが参列しただけだった。荒い作りの十字架がその墓を示していた。6年後に背の高い花崗岩の柱がそれに変わった。ワイルドは指導者になって遠征にすぐ出発すべきかをまず判断した。カーが炉の問題が何とかなるものであると報告し、 サウスジョージアで入手できる物資や装置で補った後、ワイルドがシャクルトンの当初計画に従って全体を進行させると判断した。まず東のブーベ島とその先に向かった後、南に転じてエンダービーランドにできるだけ近く氷の海に入り、そこで海岸線の調査を始めた。この遠征隊は1842年のジェームズ・クラークロスが報告していたがそれ以降、 見つかっていなかった、ウェッテル海入り口の島の形跡も探した。しかし最終的に震度は、天候と氷の状態及び船の性能に依存していた。クエストの功績、1922年2月3日から24日、南極海岸に向けて、総評を突破しようとした様子がわかるクエストは、サウスジョージアを1月18日に出発し、南東のサウスサンドイッチ諸島に向かった。 大きなうねりがあり、積み荷の多かった船はしばしばガンネルまで水に浸かり、中央甲板まで水で満たした。進行していく間にワイルドは、クエストが丸太のように揺れ、水漏れし、常にポンプ作業が必要であり、石炭の消費量が大きく、鈍いと記していた。これらの要素すべてにより、1月末には計画の変更を迫られた。 少し南寄りのコースを取るためにイブーベ島が捨てられ、2月4日には、総氷の端に達した。船が緩い不氷の海に入った時に、ワイルドは、今や、小さなクエストが実際にその勇気を試すことができると、記していた。クエストは、南極の氷が多い海を通過しようとした船では、最小のものであり、他の船の運命も考えたと言っていた。我々は逃げるべきか、あるいはクエストは、 デイビー・ジョーンズ・ロッカーの船に加わることになるか、とも言っていた。それに続く日々で気温が下がり、2月12日、最も南の緯度となる南井69度17分に達し、最も東の統計17度9分まで来た。そこはエンダービーランドのすぐ手前だった。海氷の状態と海が凍りつくことを恐れ、ワイルドは西と北に急ぎ、 エネルギーを使った撤退を命じた。ワイルドは依然として、厚い氷に取り組むことを期待しており、可能ならばその向こうに隠れた陸地を発見したかった。2月18日、船を再度南に向けさせたが、前よりも成功したわけではなかった。2月24日、その後も何度か試みては失敗した後、ワイルドは、ウェッテル海の入り口を横切って、西に向かわせた。 船はサウスシェトランド諸島のエレファント島を訪れた後に、冬の開始とともにサウスジョージアに戻ることとした。エレファント島、撮影は1962年はエッテル海を横切る、皇帝の大部分は何事もなく進んだ。マクリーンによれば、ワイルドとワースリーは特に仲良くやるでもなく、乗組員の中に他の不満もあったが、ワイルドの証言では、 最も劇的な扱いという脅しで扱った。3月12日、南緯64度11分、成形46度4分に達し、そこは1842年にロスが、島影を記録したところだったが、陸地の兆候はなく、水深が2300波ム以上あって、近くに陸地がある可能性がなかった。3月15日から21日、クエストは氷に閉じ込められ、 石炭が足りなくなったので大きな問題になった。船が氷を割って自由になると、ワイルドは直接エレファント島に向かうコースを選び、そこにいるゾウアザラシの死亡から石炭に変わる代替物を得られると期待していた。3月25日、エレファント島が死認された。ワイルドは可能ならば昔エンデュアランス遠征のキャンプ地となったケープワイルドを再放したいと考えたが、 天候のために妨げられた。乗組員はそこを双眼鏡で眺め昔の目印を見つけた後に西側の海岸に上陸してゾウアザラシを捕まえた。石炭に混ぜるに十分な死亡を得られたので風を受けて4月6日にはサウスジョージアに着くことができた。南極海のトリスタンダクユニャ、イナクセシブル島、ゴフトークエストはサウスジョージアに1ヶ月滞在し、その間に シャクルトンの昔の仲間がグリトビ県港入り口を見下ろす岬の上に元の指導者のために記念のケアンを立てた。クエストは最終的に5月8日に南アフリカに向かった。しかし最初の訪問港はケープタウンの西と南にある友人の遠隔の島トリスタンダクーニャだった。ここでチーフスカウトの命令でマーが地元スカウトに旗を進定することになった。 ホエル40度の海域を通過した後、クエストは5月20日に、トリスタンダクーニャに到着した。トリスタンダクーニャに滞在した5日間の間に、島人の助けもあり、遠征隊は、トリスタンの南西20マイルにある小島のイナクセシブル、島に短時間上陸した。さらに小さなナイチンゲール島にも上陸し、標本を採集した。ワイルドのトリスタンに滞在した印象は、 全て良好なものではなかった。ゾッとするようなミスボらしさや貧困について言及し、人々について彼らは無知であり、外界から全く遮断されている。見解がひどく限られていると語っていた。このような言及があったが、スカウトのパレードと旗の贈呈が行われ、その後でクエストは200マイル東の五塔に行った。そこでは遠征隊員が地質学と植物学の サンプリングを行った。ケープタウンには6月18日に到着し、熱狂的な監修に迎えられた。南アフリカの首相、ヤンス・スマッツが公式レセプションを行い、地元の組織にはディナーやランチに招待された。隊員はローウェットの代理人と会い、イングランドに戻れという伝言を受け取った。ワイルドは、私はエンダービーし半分でもう一年にやりたいと思った。ケープタウンを 出発点にし、シーズンの早くに出発することで、多くのことが達成できると思ったと記していた。しかし、7月19日に、ケープタウンを経って、北に向かった。最高段の訪問地は、セントヘルナ、アセンション島、サンビセンテ島だった。9月16日、出発からほぼ1年後に、プリマス港に戻ってきた。クエストの断面図、雑誌。 ポピュラーサイエンスの1921年12月号ワイルドによればこの遠征は静かに終わったがその電気作者リーフ・ミルズはプリマス・サウンドにおける熱狂的な監修について記している。ワイルドはその証言の最後に彼らが持って帰った情報が我々を依然として取り巻いている大きな自然の問題を解決する役に立つ価値があるという期待を表明した。 これらの結果は、ワイルドの著作の5冊の付録に要約された。その要約は、科学スタッフが訪問校で集めたデータや標本を反映しており、南極に行く前に、カートやダグラスがサウスジョージアで実行した地質学調査にも基づいている。最終的にこれら資料からいくつかの科学的論文や記事が作成されたが、リーフミルズの言葉では、1年間の仕事を示すには、 十分でないということになった。もともと明確に定義された目的がなかったこともあり、南に向かう途中で、ケープタウンに寄れなかったために、重要な装置を積み込めなかったので、その欠陥にさらに追い打ちをかけられた。サウスジョージアでは、ワイルドがこの欠陥を埋め合わせることをほとんど見出せなかった。島には犬がおらず、そりの旅を実行できなくなった。そのために、ワイルドが望んだ。 南極半島のグレアムランド探検という遠征目的の変更もできなくなった。重大な作業を始める前にシャクルトンが死んだことは大きな打撃となり、ワイルドがその代役を務めることの適切性に関する疑問が上がった。いくつかの記録ではワイルドが深酒をしていたことについて報告しており、シャクルトンの電気作者ロランド・ハントフォードによれば実質的に アルコール中毒だったとされている。しかしミルは、シャクルトンが、この遠征全体で生きていたとしても、その置かれた状況下で、ワイルドの指揮下に成し遂げた以上のことができたかといえば疑問であると示唆している。南に向かう航海で、隊員は、シャクルトンの倦怠感、おとなしさ、よび気分の変わりやすさという変化に気づいていた。技術的な革新について、飛行機を飛ばせなかったことは、 もう一つの落胆原因だった。シャクルトンは南極海における輸送で飛行機を使うパイオニアになるという期待が高かった。この件についてはイギリスの航空省と議論してもいた。フィッシャーの証言によると飛行機の重要部品がケープタウンに送られていたがそれを積むことができなかった。長距離の 220V 無線通信装置も適切に動かず初期段階で諦められた。 少し小さな110ボルトの装置は250マイルの範囲でのみ作動した。トリスタンを訪れた時に、ワイルドは地元代理人の支援で、新しい無線通信機を設置しようとしたが、うまくいかなかった。クエストが帰還した後に、南極には空白期間が訪れ、7年間、この地域には重要な遠征が行われなかった。その次の遠征はそれまでのものとは異なる性格の、 ものであり、機械化時代に属するものだった。ワイルドは、クエスト遠征に関する報告の最後で、私の南極での仕事は終わっていると知るし、その後南極に戻ることはなく、シャクルトン同様、英雄時代を隠する経歴を閉じている。エンデュアランスの隊員たちも南極に戻っていないが、ワースリーのみが1925年に一度北極に行った。クエストの乗組員やスタッフの中では、 オーストラリアの博物学者、ヒューバート・ウィルキンスが北極と南極双方で飛行機のパイオニアとなり、1928年にはアラスカのポイントバローからスピッツベルゲン島まで飛行した。1930年代にもアメリカの冒険家、リンカーン・イルズワースと協力して南極点まで飛ぼうと何度か試みたが失敗した。某スカウトだったジェームズ・マーは海洋生物学者として 身を立ててから南極の常連となり、1920年代後半から1930年代にオーストラリアの遠征に何度か参加した。パイロットのロデリック・カーはイギリス空軍の少将となった。ありがとうございます。